こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はメガネ の調整の時に使うやっとこについてちょっとご説明したいと思います。今回ですね、やっとこ、例えばメガネの、例えばこの鼻当て、ちょうど鼻パッドのこう調整、まあいろんなタイプあるんですけど、まあ例えばこれはね、鼻パッドをですね、調整する、普通のやっと、ちょっと違うんですよね。ここの、ちょっとわかりますか、この真ん中ちょっと水入ってまして、ちょうど鼻パッドのこの部分がこう当たるようにですね、こういうふうに当たるように、これで調整するんですよね。まあ、鼻の形に合わせて、これを開いたり、まあこうね、したり、こう角度変えたり、まあ、そういう時使いますね、こういう、まあ、ちょっと主なもんですけどね。まあ、あとはこうちょっと先のちょっと鋭利になった、これ例えばこの鼻バットのこのちょっと高さとかね、こうこれを例えば遠近両用で少しこう手元の方が見づらい場合はちょっとこれを少し上げてあげて、こういうふうにそれでちょっと鼻の高さをこれで調整する時にも使えます。そしてあとこれでまた角度をこういうふうに合わせて、このような使い方ですよね。あとはまあそうですね、よく使うのはこういうタイプですよね。まあ、これはですね、この開いた場合ですね、開いた場合これでちょっと調整、このように少しこう中にこう入れてあげるとか、そういう時使います。まあ、あといろんなタイプあるんですよね。あとこのちょっと変形した時、ちょっとこの鼻当てのこう少しこう、例えばこのがこれがグッとこういうふうになった場合、これ少し角度つけてあげるという、まあ、そういういろんな用途で種類がですね、さまざまなのもありますので、まあ、そういうメガネの調整ですね、万が一こう変形したとか、そういう場合は対応しておりますので、まあ、どうかよろしくお願い申し上げます。